発の則本、まあ、今日は則本騎手という今シーズン3度目のエース対決になりました。その則本、素晴らしい立ち上がりを見せます。まあ、昨日シーズン200本安打を達成した秋山、そして、まあ、2番則本からしてみれば分の悪い今シーズン、ここまでの脇谷、そして3番の浅村はスライダー、3者連続三振で立ち上がります。ライオンズ先発岸も1回2回と0で終えて、これ3回のピッチングです。こちらは打たせて取る序盤からのピッチング、そして島から今日最初の三振を取ります。この後肘沢2者連続三振、岸は序盤3回ノーヒットピッチング、0対0でゲームは4回に入っていきます。4回の表ノーアウトランナー2塁、スコアリングポジションにランナーを置いてライオンズの中軸を迎える則本、しかし則本、浅村、中村と連続三振の後メヒア、このピンチの場面ライオンズの中軸3人3者連続三振、このピンチを脱するとその裏イーグルス2アウトランナー2塁、チーム初ヒット松井和夫をセカンドに置いて4番のウィーラー、今シーズンの第10号が9月に入って4本目のホームラン、このウィーラーの一発でイーグルスが2点を先に取りました。さあ先制点をもらった則本、6回です。この回は1番の秋山から始まる打順、その秋山をレフトフライ、先頭バッターを取ると続く2番の脇谷セカンドゴロで2アウト、そして3番の浅村、今日10個目の三振をこの浅村から取ります。この回3人に終えました則本。さあその則本7回もマウンドに上がりました。先頭バッター中村ヒット、ノーアウトランナー1塁でメヒアを迎えますが、ここはメヒアレフトフライでワンアウト、しかしこの後一発のあるバッターが続きます。続く森はピッチャーゴロ、これでランナーは2塁、2アウトランナー2塁で今シーズンこの則本をよく打っている栗山、しかしここは栗山を三振、11個目の三振、則本は勝ち投手の権利を持ってこの回でマウンドを降ります。135球2安打3、11奪三振という則本でした。さあ8回です。この回先頭バッタームリード、このツーベースヒットでチャンスを作ります。ノーアウトランナー2塁、ダイソー西田が起用されて島の送りバントでワンアウトランナー3塁、今日3試合ぶりにスタメンに帰ってきた肘沢、犠牲フライには十分でした。三塁ランナー西田が入って追加点3対0。イーグルスですけれども8回は青山、そして9回はこの松井裕樹がマウンドに上がって最後のバッターメヒアを空振り三振、これで松井裕樹は今シーズンの29個目のセーブ、則本は8勝目をマーク、イーグルス連敗を2で止めたという今日のゲームでした。